オラカイロスで第6期じゃー。ポケモン抽選パ、ルールは簡単。箱の中から紙を6枚引き、その描かれたポケモンでパーティーを作り対戦する。ポケモンスカーレットバイオレットの発売までに抽選パで全ポケモンを活躍できなければポケモン引退。皆さんこんにちは、スイカです。今回も抽選パパーティーを決めていきます。久しぶりにちょっと今回はコメントを返していこうかな。あんまりこの人の動画見たことないんだけど、普通に喋ってて裏返る人初めて見ましたということでですね、まあちょっとこの動画をあまり見たことないんだけどっていうの枕言葉いらないんですけど、あの動画実況を撮ってる時は確かに僕が裏返ってることが多いですね。ただあの普段はそこまで裏返ることはないですので、あの変な人じゃないんでご安心くださいね。はい、ということで先発はネンドール・ジュラルドンということで、この段階で、まあ、トリックルームの構築はできたかなっていう感じです。ピチューちょっと中速型か、あ、いいね、ちょっと待って、これピチューでジュラルドンとカイロスをほっぺスリスリからつなげていくパターンを見えた。抜けに、いや、今度は悪くないんじゃないか、割と強そうだけど。おお、で最後がダネフシちゃんということで、意外と戦えそう。対戦よろしくお願いします。今回の選出は先発メルメタルじゃなかったジュラルドン、あとカイロスとネンドールのこの3匹で戦っていきます。今回のパーティーさ、なんかすんげえゆっくり実況者が使いそうな構築じゃないですか。ポケモンのセンスがね、もうまさにそんな感じなんですよな。オッケー、まあそれは置いといて、このタイミングは非常に有利ですね。まあ、悪巧みしてきても全然僕はいいんで、ここはダイマックスをケアしミラーコードから入ります。まあ、これでなんか相手が悪巧みから入ってきたら、流星群打つ感じで、まあ攻めていくのがいいんじゃないでしょうか。そう、ジュラルドンは僕もこれ初めて知ったんですけど、ミラーコート覚えるんですよね。なので、まあ、これが何と言っても、まあ僕の感想にはなりますが、まあ強いんですわな、これな。で、相手は流星群から入ってくれましたので、まあ最悪こいつがタスキを持っていたとしても、まあ、特報下がってるなら全然問題なかったかな。OK、とりあえずこれでジュラルドン活躍ですね。もうこのポケモンは正直、もうディアルガのせいで、もう完全に存在感皆無になりましたね。そう、ディアルガの差別化点としてはミラーコートです。皆さん、覚えといてください、これをぜひ。さあ、イベルタルおじさんが来て、まあ、イベルタルもね、正直、まだ全然なんとかなります。まあ、ネンドールが大悪を、名も飲み込みで耐えてくれるんであれば、僕は何も言うことがない。さあ、まあ、ということで、ここはもう流星群で、おとなしく退場しましょう。イガ様、珍しい技を持ちで。まあ、そういうことで、耐えれるかな、命を弾持ってたら怪しいけど、あ、弾じゃない、OK。ならワンチャンあるかな。ということで、攻めちゃいましょう。ネンドール、降臨です。さあ、この即出し、ネンドールで相手が警戒するかどうかですね。まあ、今回、ジュラルドンが1匹持ってきてくれたんで、まあ、僕の理想ムーブとしては、まあ、こっから、おい、どうすんだよ、これじゃあ。蒸発持ってるイベルタルはだるいって、マジで。おい、カイロスが終わったんだが、爆発で対処するしかなかったぞ、もう。もう悲しいな、マジで。もうどうしようもないです。まあ、イカ様は、これは多分ゴミみたいな火力なんで、まあいいんですけど。いやー、きついわ、ほんまに。ガチできついわ。どうしようかな。最後誰だったか出る、これめちゃくちゃ厳しいですね。でなおさらここ、いやー、トリックルームで大爆発ちゃんと決めることができれば、ここさ、いやマジで頼むわ、ほんまに。もうどうしようもなくなった。おい、こんなん、モンスターボール級で挑発持ってるイベルタル使うって、もうそれ上級者だからね。もう大体なんか今の環境のイベルタルってこの低ランク帯って古畑野郎しかいないから、そう、古畑野郎しか普通はいないから、ここでね、挑発持ってるイベルタルに遭遇してしまうっていうのはもう非常にですね、難しいタイミングになってます。はい、で誰後ろこれ、イベルタルがダイマックスしないとなると、ミュウツーとか最後挑発舐められたもんやな。
オラカイロス第6じゃさあ、カイロス、まあ、これ第6区で沈めることができるんですが、そう、カイロスにはですね、ある特性を実は覚えているんですよ。そう、このポケモンは相手を倒すことにより自信過剰により攻撃力がアップします。さあ、いいですね。まさか実質ノーダメージでイベルテルを突破することになるとは思わなかったな。さあ、カイロスを目の前に相手は何ができるんですかね。ミュウツー、はっ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 は。ミュウツーか。まあ、ミュウツーというポケモンも間違いなく強いポケモン筆頭ではありますが、そう、カイロスはなんと虫タイプ。そして今回のカイロスの持ち物は突撃ジョッキを持っています。この意味が皆さんには分かりますか。そう、攻撃力アップ、なおかつ大ワームの効果抜群、そして突撃ジョッキ、もはやミュウツーの攻撃を耐えられない未来が見えるわけがないんですよ。さあ、まあ、ミュウツーは最強ポケモンと言われていますが、果たして大成功絶対耐えるわ。見とけこの耐久を、硬すぎ硬すぎる。さあ、カイロス行くぞ、とどめの方、ダイワーム敗戦、ありがとうございました。いや、カイロス強っ。さすがサファリゾーンのレアポケモンなだけありますね。花座の洞窟で引きこもってる陰キャと違って、やっぱサファリゾーンでさんさんと生きりまくってる陽キャの方が強かったということがこれで証明できましたね。なかなかに変わったポケモンたちが来ましたね。ね、このパーティーなかなか抜けに活躍させることできないからきついんだよな。まあ今回は割と不思議種が通せる可能性が見えてきたんで、不思議種を今回は活躍させる方に持っていきたいですね。で、選出はですね、先発をちょっと出し間違えてしまうと結構めんどくさくなっちゃうんですよ。で、まあここはまあおとなしくジュラルドンからでいいかな。ジュラルドン、不思議だね。で、最後に不思議だね出すんだったら、これ粘ドールでカイロス繋げていくムーブできないんだよね。あー、難しい。あ、じゃあじゃあカイロス。カイロスで、これで戦っていこうと思います。ということで、対戦よろしくお願いします。さあ、相手のパーティー、どうなんだろう。なんか久しぶりにシロバドレックスと戦うことになるから新鮮ではあるんですけど、相手がなんかトリックルームを絡めて戦っていくっていうのが、ワンチャンビクティニがしてくることに、まあ、ならなくはないとは思うんですけど、お前から来んの？え、誰から来るんだろうね、これ。完全に、謎です。まあ、謎なので、まあ、一旦ですね、ここは、まあ、ジュラルドンで、まあ、ラスターカノン連打して、まあ、戦っていく方向で持っていこうと思います。さあ、ジュラルドン先生は、まあ、今回特攻特化、冷静で育成しているんですが、冷静にしてもですね、まあ、シロバトリックスの上を取ることができるので、まあ、ここラスターカノンで、まあ、別に相手弱を発動していいから、ダメージ削り優先で戦っていこうと思います。強っ！これ突撃チョッキじゃないな。トイクルームいいよ。あー、だとすると、これ、ありがたいぞ、むしろ。で、ジュラルドンは残念ながら、こいつ、助け持ってるから、相手は、ジュラルドンを、まあ、ただただ、ダメージ削るだけで、しかもトリックルームをしてくれたおかげで、これ、ゼクロムの上を取ることができるから、逆にありがたかったですね。あ、いいね。ありがとう。なんか、金殿を、ほぼほぼタダで倒してくれて、なおかつ、カイロスがこれで、動きやすくなってくれるから、非常にありがたいですね。誰が来んのここから。カイビゴン。まあ、ちょっとカビゴンは嫌だな。で、ゼクロムも、別に、相手できるし、え？相手さん、待て、ジュラルドのタイプ、え？なに？なに？ちょっと待って。それは聞いてない。いや、それは聞いてないが、おい、ジュラルドンの上をそっからでも取ることはできるかな？見てやろうじゃねえか。ルームサービスか。
めちゃくちゃ面白い。この人めちゃくちゃ面白いぞ。あ、でもワンチャン相手の方が早いのか、この中だったら。ダイナックルね、なるほどね。これちょっと侮ってしまったか。待て待て待て、ちょっとこれ冷静に考えないといけない気がしてきたな。で、相手の情報によると、待て待て待て、これさ、不思議だね。で、ダイマックスも腐らせに行ってもいいかもしれんな。え、相手これ勇敢祭事ってこと、相手を勇敢祭事使いってことか、これ。うわー、ジュラルドン残すんが正解だったのか、今回の試合。え、そんなことある？ビビってるんだけど、今、本当に。相手の方が上取られている中、で、トリックルームが、あと多分2ターンなんだよね。だから、不思議だねでいいのかもしれないな。ダネウシ行きましょうか。カイロスがね、ダイボール使うことができないんで、それが、なんと言っても、辛いポイントなんですよね。で、ダイジェット持ってたら、これカイロス、上取られちゃうから、それも結構めんどくさいんだよな。で、相手はここダイナックル打ってこないから、あー、不思議だね、ダイマックスか。で、最終的にカイロスで、ダイアース打って、どうにかしていく感じになりそうだね。オッケー。じゃあ、ここは一回ダイウォール。ちなみに、後ろがビクティになったら負けです。そうなった瞬間、僕は死を覚悟しないといけない。え、ダイジェット持ってんのかな？ダイジェット持ってたらさ、これ、ルームサービスで素早さ落としてるの完全に腐るんですよね。え？だとすると結構相手、手だれだぞ。うわ、持ってるわ、ダイジェット！マジか！ちょ、やばい。待て、やばいかもしれない、それは。え、ちょっと待って。ダイジェット持ってんの？これもうダイボールもう一回するしかないやん、じゃあ。おい、嘘だろ、お前。よろしくお願いします！え、大ドラグ、あ、よかったよかったよかった。それならいいや。それなら助かったわ。オッケー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 。ならいいや。一旦これで、救われたということにしておこう。で、こっから、待て。まだ諦めるところではない。皆さん。で、多分相手のゼクロンは、これ、最地です。最地の可能性があるので、上取れてるでしょ、まず。で、ダブルウィングを、かわせば、まだチャンスがある。あ、だよね、上取れてるよね、これ。で、いや、硬すぎ。ちょ、ここダブルウィングかわせ。空を飛ぶ！なに？ちょっと待て！いや、俺は 10% をここで引く。10% を引いてやるから、見とけ。おう。行くぞ！かわせ！うわー！ジュラルドン交代が正解だった。くっそ。対戦よろしくお願いします。今回の戦術は、ジュラルドン、カイロス、ネンドールのこの3匹で戦っていきます。まあ、今回の抽選パーはですね、普通に使うポケモンが固定化されてます。そう、いや本当にね、良くないな今回のパーティー。なんかね、絶妙に、まあ、噛み合うときは噛み合うんですけど、なんかね、やっぱ抽選パってコンセプトとしては、理想を言うと600匹全部活躍させたいじゃないですか。ただ今回はね、どうしても、ちょっと4匹の活躍が精一杯になりそうなんですよね。相手さん、おとなしく、つららばりを押して、粘ドールを倒せばいいものを、トリックルームをしてしまって、残念ながら、腐っちゃうね、これで。さあ、これによって、パルシェン、ある程度 HP 削ることができますので、これで一回相手を黙らせます。つららばりですよ。で、いや、ここめちゃくちゃ迷うんですよ。何が迷うかっていうと、そのね、カイロスをダイマックスさせてダイナックルする動き方、これ間違いなく強いんですけど、そうした場合、このドヒドと遭遇して黒い霧当てると負けなんですよね。ただ今の環境で黒霧のひどいってマジで見たことないんで、熱湯の 30% を、多分なんとかしたら、僕はどうにかできると思っているんですよね。まあ、あともう一つだるいのが、ピクシーが、まあ、おりまして、そっから、月の光とかで連打されて、で、天然で能力変化を無効化されるパターンですね。
もうなんか気がついたら僕ちょっとダイマックスで押しちゃったんで、もう後に引けない状態になってしまいましたが、仮にですね後ろがドラパルとエースバンだった場合はほぼほぼ勝ちですね。はい、まあ理由を言うと、そう、ファルシンが持ち物タスキなんで、まずエースバンのタスキの路線はもう 99% 消えるんですよ。でドラパルトは今回僕の回路続きチョッキ持ってるんで、特殊型であっても全然対応ができると。そして攻撃アップ、ダイナックルと絡めることによって現在この回路数が2段階上昇しています。もう止められませんね。あ、いや、皆さん安心してください。こっからがポケモンバトルですよ。そう、こっからですよ。ドクドク。どうやら熱湯も持っていないようですね。残念ながらカイロスは技の範囲が広いので、ダイアースでぶち抜くことも可能です。ああ、もう止まりませんねこれ。トーチカもないのか。え、トーチカなくて黒霧なくて熱湯がないとひどいでっていうのが相当ですよね。え、何、相手これ僕がちょっとガチで考案しようと思ってた人出なしドヒドイデってことだとすると納得ですね。人出なし型ドヒドイデ3分時代でガチで考察していた時代があって、あのレート3桁でしか活躍できなくてお蔵入りしたことだけは覚えてる。ただね、あのめちゃくちゃ気持ちいいんが、あの毒状態にすると、人出なしって毒状態のポケモンに対して絶対に吸収に当たるんですよ。だからなんかあいつミサイルバリっていう技を覚えるから、その連続技で連続で球種に当てることができるという快感を、まあ、気持ちいいって感じることができれば間違いなく病みつきになりますね。まあそれは置いといて、やっぱタイプ不一致だとどうしても耐えてきますね。てか勝ってえな、このドヒドイドラパルト。このドラパルトが想像以上に硬くて僕はびっくりです。これ HB じゃないか、ね、でも弱すぎる。HB とかだよな多分。火力に振ってないことは、あのマジで分かった。だってダイアースがさ攻撃3段階上昇してこれですよ。さすがに入らなすぎる。うん、で裏返すかのように、まあちょっと突撃直帰持ってるのと特防2段階上昇してるから、こいつもバカみたいに硬いのはまあ仕方はないんですけど、いやーカイロス本当に強いですね。これ別に急所だっていいです。おー、これ急所、あ、急所じゃないわ。カイロス強っ。これは皆さんカイロス使いたくなったんじゃないですか。レイエモンキッズ大喜び。